劇団ポポポポンポ。チョリンチョリン、皆さんこんにちは。劇団ポポポポンポの座長を務めます、あさってから来た美少女安西千織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。中学校の時友達と漫才やってました。ドラマチック研究会。今回のドラマチック研究会は笑い声の処方箋と題しまして、バラエティ番組やコメディドラマで使用される録音笑いというものについて考察お話をしていきたいと思います。まずは録音笑いというのを聞いていただきましょう。どうぞ。はい、こういう笑い声が録音笑いというものだそうで、皆さんもテレビなんかでは一度は聞いたことはあると思います。この録音笑い、テレビ番組などに使われる技法の一つで、バラエティ番組やコメディドラマなどで収録した笑い声を重ねることによって、あたかも現場にいる観客がリアルタイムで笑っているような臨場感を出し、これによって視聴者の笑いを誘うという効果を期待して使用される演出方法ということなんです。こうした録音笑いというのはアメリカのコメディ番組で使われ始めたということで、コメディ番組というのはもともと観客のいる舞台で演じられているものを収録していたそうで、自然にですね、こう観客の笑い声も一緒に録音されていたんですが、その後観客のいないスタジオでの収録になっていくことによって、臨場感を出す代替案として、録音笑いの技法が考え出されたということなんです。日本ですと少し昔になりますが、ドリフ大爆笑や俺たちひょうきん族などお笑い番組などでこうした録音笑いが多用されていたかと思います。その後トンネルズの皆さんのおかげですなんかの番組では、コントの最中に収録スタッフの笑い声がこう聞こえてくるような、そういう進化系録音笑いというのも出てくるようになりました。お笑い番組以外ではシチュエーションコメディドラマ、特にアメリカのドラマが多いんですが、フルハウスやフレンズなんかで録音笑いがとても印象的に使われています。あとはミスタービーンですよね。もうずいぶん昔ですけども、 NHK で深夜不定期で放送されてたんですね。私も兄上と一緒にですね、夜遅くまで起きてですね、もうその時まだなんかミスタービーンなんてことは知らなかったですけど、なんか変な番組がやってるみたいな感じで見てたんですよね。ミスタービーンもですね、録音笑いがあって、あはははみたいな笑い声があるんですけど、まあ面白くてもう腹抱えて笑って見てたんですけど、リビングのすぐ隣が父上と母上が寝ている寝室だったもんで、まあ、夜中でですね笑い声を上げてると、父上が出てきて、いつまでテレビ見てんだこんな遅くにっつって怒られるんですけど、またミスタービーン見て笑っちゃうみたいな。しょうがないんで、もうミスタービーンのある日はですね、1階のリビングで見てるともう父上がもううるさくてしょうがないんで、2階の和室にですねばあちゃんの部屋があって、ばあちゃんも、ね、布団敷いて寝てるのに、そこにコンコンコンっつって、おばあちゃんどうしたの、千織どうしたの、おばあちゃんちょっとテレビ見ていい真夜中におばあちゃん寝てるところに行ってですね、もうひどい孫ですよね。おばあちゃん寝てるところに、おばあちゃんミスタービーンっていうのがやってて面白いから見てっつって、いいよ見なさいおばあちゃんもしょうがないっつって、まあなので孫2人がですね、行ってミスタービーンを見てゲラゲラ笑ってる、その後ろでおばあちゃんはトイレに立ったりするんですけど、おばあちゃんは布団で寝ているみたいな、ちょっと脱線話になってしまいましたが、本題に戻りまして、この録音笑いどれだけの効果があるのかというのを、イギリスのユニバーシティカレッジロンドン神経科学研究所の研究チームが調査をしたということなんですね。被験者にあまり面白くないジョークを聞かせた後で録音笑いを聞いてもらい、面白さが増幅されるかどうかを調べたと、はい、で得点を集計した結果、録音笑いはジョークの面白さを 15% から 20% も増幅させたということなんですね。研究チームはこの結論に対して、人は笑い声を聞くと面白いことを言われたという情報を得て面白く感じる、それと同時に面白く感じていいんだという情報も受け取ることが今回の結果につながった可能性があるということなんです。この面白く感じていいんだっていうのが非常に興味深いですよね。誰かが何かを言った時に、たとえ自分は面白いと感じていても周りが笑っていない場合、一人で笑い出すのも不
謹慎かもしれないなみたいなプレッシャーを感じてしまいますよね。ただ他の人がゲラゲラ笑ってれば、あ、面白く感じていいんだと思ってこう安心して笑うことができると、そういうことなんだと思います。ここで私の方で簡単な実験をしてみようと思います。私が今から文章を読み上げます。1回目は録音笑いなし、2回目は録音笑いありで皆さんに聞き比べてもらって、面白さが増したかどうか体感していただこうという試みです。では1つ目の文章を録音笑いなしで聞いていただきます。どうぞ。桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこっこ、どんぶらこっこと大きな桃が流れてきました。おばあさんは大きな桃をなんとか拾い上げ家に持ち帰りました。そしておじいさんとおばあさんが桃を切ってみると、なんと中から元気のよい男の赤ちゃんが飛び出してきました。おじいさんとおばあさんは桃から生まれたその男の子に桃太郎と名付けました。次は同じ文章で録音笑いありで聞いていただきます。どうぞ。桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこっこ、どんぶらこっこ、大きな桃が流れてきました。おばあさんは大きな桃をなんとか拾い上げ家に持ち帰りました。そしておじいさんとおばあさんが桃を切ってみると、なんと中から元気の良い男の赤ちゃんが飛び出してきました。おじいさんとおばあさんは桃から生まれたその男の子に桃太郎と名付けました。はい、いかがだったでしょうか。桃太郎、日本では一番定番の昔話で笑いどころは特にないんですけども、録音笑いがあるとどんぶらこっこ、どんぶらこっこでついニヤニヤしてしまう感じになったんじゃないでしょうか。桃から生まれた男の子に桃太郎と名付けましたで大爆笑ですから、ついあのこの爆笑録音笑いにつられて笑ってしまったんじゃないかと思います。このように録音笑い、面白さを 15% から 20% 増幅する効果があるということで、現在でもお笑い番組やバラエティ番組なんかで使用されているのもうなずけます。笑う角には福来たる。笑いはストレスを発散させたり、脳の活性化、免疫力のアップなど健康的な効果もあると言われています。ですから次回からの私の動画でこの録音笑い多用されていたらですね、ぜひ皆さん笑って許していただければ幸いです。はい、というわけで今回のドラマチック研究会笑い声の処方箋と題しまして、録音笑いについて考察お話ししてきました。最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。そろそろ明後日に戻る時間となりましたので、今日はこの辺で、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、チャリーン。